よしこ、よしこ、よしこー。まだまだ、ただその背中に乗ればいいだけなんだ。どうあってもその背中に乗ってゴールさせてもらうぞ、よしこ。ザクるんだ。はい、どうもピューキングです。今日もトロールコースの一発マリオやっていきますか。どう。やっぱこうやって挨拶するのが普通だよな。ここ最近ずっとオープニングでピオキングっていうのを言ってなくて、自分が何々キングなんか忘れちゃったよ。あれ俺何キングなんだっけみたいなさ。はい、それじゃあ今日もトロールコースの一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、ビッグビーンケサリ島ということで、大きな豆のケサリ島ということでしょうか。で、ケサリ島っていうのはアメリカのメキシカンフード。口頭じゃ伝えにくいからちょっと写真載せておくね。ブリトーの中が肉とチーズになってるみたいな。めちゃめちゃうまそうじゃない。一回食べてみたいよね。福岡でどこで食べれるとか知ってる方いたらぜひ教えてください。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.82% でさ、僕今みんなに話したいことがめちゃくちゃあんのよ。まあ大事な話からいこうか。今ね、口の中に口内炎ができててすごく喋りにくいんですよ。だからいつもより聞き取りにくかったら申し訳ありません。さあ始めていこうかって思ったの。おっと、まず一列に隠しブロックがあるのかい。この一列の隠しブロック、後で必要になるみたいな、そういうことだと思うよ。オープンブロックは何もない。この派手なブロックは何なんだ。外国派だ。そんな花の分際で僕を止められると思ってんのか。ハテナブロックを叩いた瞬間すぐバネに乗る。もう俺に立てつくんじゃねえぞバネ。一生そこで閉じこもってるがいいぜ。そんでもう一個の大事な話なんだけど、僕今白い T シャツを着てるわけですよ。で、昨日の晩ご飯キムチ鍋だったから、その飛び汁がびっしりみたいな。めっちゃ恥ずかしいぐらいついてんだよな。僕あれした方がいいかもしんないね。赤ちゃんが首から下げるエプロンみたいなやつ、多分それじゃダーブー。いや正直ね、ラーメン屋とか行くじゃん、毎回僕紙エプロンしてるよ。年越えてさ。だから福岡県で白い T シャツを着て紙エプロンをして食べてるやつがいたら、大体僕と思ってくれていいよ。さあ土管に入っていこうか。土管に入れませんね。まだまだ喋りたいことたくさんあんのよ。韓国行く話とか、オフ会の話とか、誕生日の話とかさ。でもそればっかり喋っちゃうと動画がその雑談だけで終わりそうだから、ちょっとこの辺でやめておくわ。さあツタが出てきた。このツタの上に登ってっていいのかい。玉が出てくるとかそういうことはなさそうだね。で Z って書いてるけど、このスキンはスピンがないから普通にジャンプだ。で、こいでましょう。オーケーオーケー。そしてこのハテナ、いや右怪しくない。絶対合ってる。左はブラパかな。それで潰したみたいな。全然余裕なんだよ。俺を騙そうだってそう簡単にはいかねえぞ。なんだってかかってくるがいいさ。ハテナブロック叩いて左押し一発でよかったっけ。それで抜けれる。オーケーオーケー。このハテナブロックは何だ。邪魔するよ、カロン。いやでもここに坂があるよ。この坂を使ってあのカロンを倒すことができるんじゃない。トロール名人よ、なめるな。見た、めちゃめちゃ上手くなかった。伊達に一発マリオもたくさんやってないんだよ。さあ中間ポイント無事取れたね。さあここでオンオンして、シャッかな。ここピンコインコースなんかな。なんかそんな感じもしないよね。鍵扉もないし。じゃあ上に行け。上も違うの。でもさ、オンオフできんくなかった。魚が出てきただけ。じゃあ下に行ってみる。ここ下に行けば。あーやっちまってんな。今日はバックコースかい。いいよいいよ、上等じゃん。次はどんなバグが来るのかと楽しみにしてるぜ、制作者さんよ。じゃあこのパンを下に落とせ。丸々の下かな。ここに落とせばいいのかな。どうなるんだい。あっあっ、助けてー。落とした瞬間すぐ左上に行く。そしたらブラパいなくなるんでねえの。オッケーオッケー。でまたブラパが邪魔してるけど、このパンを叩いた瞬間何もしないよ。そしたらアイテムが出てくる。そうだろ、貴様。貴様って言い方悪いよな。ちょっと言い換えようか。あなた様とかにする。でもそれやったらちょっと言葉の威力が弱いような気がするけど。貴様ら、先にドクロリュート移動しておこう。そしてカラのコーラを取る。そんで下から行けばいいと思うんだけど、下から何か出てくるとかそういうことはないよな。大丈夫か。ブラッパが出てきたけど、そやんのか。お前らの頂点に立つのはこの俺だ。見たか。何を見りゃいいんだよ。今回さ、ブラパの出番多くない。多分ブラパが主役のトロールコースなんだろうね。いやそれはタチが悪いって。マリオメーカー2最強の敵だと思ってるから。ブラパはさあ、くせ、見た今もう少しでビビるところだった。
もうすでにビビってんだよ。じゃあここはパンはつながってるからこれ投げろっていうことかい。頼む、出てきてパンサだ。ふざけるな。またバグを用意してきやがって。こんなん引っかからない人いる？絶対に1回は引っかかってしまうよな。そして左上のパンは取れってことか。そうすることによってこの扉に入れると。 OKOK。 さあ次の場面は何なんだい。なんかクッパチュニアが沈んでチェックポイント1がある。このチェックポイント普通に取らせてくれんのか。よし、優しいね。なんかチェックポイントの間隔がすごく短いような気がする。そしてここは下から行く。あえて下から行こうか。あー、どっちでもいいんだね。さあ扉に入っていこう。そうしたら次はチェックポイント2。え、どういうことだろうね。チェックポイント2今取ったけど、これ上から行く。うわ、上から行くのが正解じゃないね。じゃあこのまま進んでみようか。下に行って見るのもいいけど、これ隙間抜けれるかな。いや違うんだって、あの隙間抜けるのちょっと難しくない？上から行けないんだよ。あ、これ早く行けってことかな。いや次こそ抜ける。みんな見てて、絶対に抜けてみせるよ。はい。もうマリオメーカー引退しまう。ならダッシュだ、ダッシュで問題ない。そして3本抜けれるんだ。ジャンプせー。やべえ、こんなところで3回もボンミスしてる。大丈夫？今日の動画こんなんでグダグダになってない？まあ大丈夫か、いつも面白いね動画だから。いや自虐じゃないからね。どっちかって言ったら僕はプラス思考なんだっていうか、そんなところまで落ちてくんだって。これ戻ったらやられるパターンなんじゃないの。いや本当に僕プラス思考なんですよ。むしろその自虐を自虐に持っていく親自虐みたいな。だからつまんねえって言われんだよ。これは何？なんか死体球みたいな匂いをめっちゃ漂わせてるんだけど。これ上、うわ上行けないな。あ、わかったわかった。これさ、このツタに捕まっておけみたいな。そして右の針に当たればいいんじゃない。いや全然余裕だよ。タイミング見計らっておこうか。ここで右、頼む。見たか、これが死体球名人だ。すぐに右ラッシュ、右ラッシュ、そんでバネを越えていく。そしてこの扉に入るためにパンを持ってこいっていうことをね。姉ちゃんのモノマネをしようかな。子供自分で言ってて自分でそうって幸せなやつだよな。さあここはジャン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 クヒジだったピオキング。ドアに入る。そしてさっきはジャンプしたからダメなんだ。僕は何もしないよ、もう見守ることしかしない。そして右の氷は溶けないでしょ。でこのちくわブロックの下も行くことができないから、あ、この左の土管に行けばいいんじゃない。なんかフラワーとつながってるじゃん。だからこっちでフラワー取って戻ってこいみたいな、多分そういうことだと思う。下から絶対なんか来るよ。よし、そんななんで止まってんの。え、おかしくない？何このバブル、止まってんだけど。こい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 。そんな小さな炎、俺が突破できないと思っているのか。俺は氷を操りし者。あやめりし者だね。ならここも落ちて右ラッシュすればいいのかな。そしたらこれが鉄球みたいな。オッケーオッケー。そしてこれはキノコなのかい。どっちに出てくると思う？左と右。僕は左に30億円かけるね。キノコ様、これキノコなしでも先に進めそうなんだよな。でもキノコいることが不正解ってことはないと思う。だからキノコ取って行ってみようか。そして上は、あ、やっぱキノコいるんだね。さあこのまま先に進んでいこうか。でなんかカエルになったけど大丈夫？このまま右に行ってみる。先に進めばここでハテナブロックを叩いて、あ、ここ床があるって何も出してくるなよ。これはキノコ状態のままで行っていいね。いや大丈夫大丈夫。あぶねえ、今チビ状態だったら絶対やられてたよ。さあ、へいって書いてるんで、ここは左足パでドアに戻れるのかい。ドアじゃないとかんねえ。そしてここでドアに入ればもうゴールがあるっていうことだと思って。あぶねえこいつ、待って、上に行けばさまた新たなルートがあるみたいだ。うわ、どっち行こう。まあ普通に下行こうか。多分こっちが正解だと思う。どうするねえが実は正解ですっていうことはないよな。大丈夫。そしてここで中間取っていい？いや中間取るしかないよね。チェックポイント1に戻されたっていうことはないと思う。そしてこの先はどこに行く？え、ピコインなくなった。
だったけどこっから何か変わってるみたいな。うわ、どうなんだろうね。ただチェックポイント戻したっていうわけじゃないと思うんだけど、わかった、これオフが変わってるってことはこの下に行けば、いやゴールじゃねえか。あ、土管があったね。てっきりゴールに期待したんだけど。さあこっからどうすればいい。カロの甲羅を持って一旦右のブロック叩いてみようか。待て待て待て、それ必要なんじゃないの。またか。上を叩く、そしてブロックがなくなった後右か。オッケーオッケー、そしてブロックを壊して先に進んでいくと、いやこれ絶対何か起きそう。バグる予感しかしねえ。シンプルでいいね。これさ、右押し一般で抜けれるんじゃない。抜けれた。そしてこの上のファイヤーフラワー取ったらいけないと思う。なんでだって、この氷ブロックの裏があるじゃん。これ足場があるのが見えんだよな。いや右にやってよかった。大丈夫。 あいつを足場にしていけばいいのか。じゃあここら辺隠しブロックあるで。てかさ、隠しブロックあるんならわざわざこのメット右に蹴らなくてもいいような気がするんだよな。でこの上からジャンプしていけみたいな、多分右もあるよ。でここあえて振っていこうか。邪魔するな。もう絶対に踏んでいかねえぞ。このメットを飛び越えていく。なんかすげえ気持ちがいいんだ。これ普通に踏んでいいのか。そっちはダメ。石でもこの中に入れたいみたいだね、この制作者さんは。じゃあ常に右を審判。ここに来て罠の密度が上がってきてないか。上等じゃないか。それだけ取れ高があるってもんさ。そう、いわばこのコースはトレールコースだ。あ、ここ抜けれるんだね。でこのブロックも抜けるんでしょう。分かってる分かってる。でも僕はあえて引っかかってあげるよ。下突き抜けるんだろ。なんもないのか。落ちた時のリアクション準備してたよ僕。わーとかギャーとか言うさ。で隠しブロックもなさそう。ってことはこの土管に入っていいんだね。後半は楽だったな。そして次は P スイッチを踏んで、こっちに行けばいいのかな。右の土管入れたね。下は行けそうになかったもんね。そして中間ポイント、なんか今ブブって言わなかった。え、こっち違うかな。いやここで合ってると信じたいね。このブブって言う音がちょっと気になるんだけど、左に赤ブロックがあるじゃん。あれによって何か変わってるみたいな。多分2周目始めろっていうことなんじゃないかな。ほら3度もさ、赤ブロックの上とか乗ってなかったじゃん。でも全然罠がないんだよな。ここも右ダッシュ、そしてこのパウ。ちょっとだけ変わってる。いや見た、石エイジの頭だから、こっちで合ってるんだよ。ここは何もしないでいい。全然ぬるいんだけど、ぬるぬるのぬるベイベーなんだけど。ここを右出しでいいでしょ。罠変わってなかったらさっきのところまで全然カットしていい。なんだお前。いいねいいね、変わってくれてるよ。じゃあ僕はこの場所で何もしなかったらいいんじゃない。ただあのブラッパー勝手にやられてくれんだな。そして次はキノコ左だからと思う。どっちだろう。いや右だね。こっちにしましょう。あっ、おぶねてっきり左に行ったと思った。ビビらせんなって。そして次はカエルがないパターンなのね。そんでここは叩いて左に逃げておこうか。で次はこれアイテムとかそんな感じなんじゃない。一旦上行って逃げておこうか。あー魚か。で上には隠しブロックが出てきたよね。だからこの隠しブロック叩いて何もしないで、フラワーを取っておいて戻ればさっきの場所戻れるっていうことなんじゃない。ちょっとさっきの場所っていうのがもうどこか忘れたんだけど、まあこのね氷ブロックを溶かして、右下行けるようになってる。あーなるほどなるほど、ここで右下に行けば。キノコもフラワーもダメって書いてんだ。そんなわかるか。ならここでフラワー取るでしょ。でどこで当たるかなんだけど、あ、溶かして戻って針に当たるってことかな。これでチビになっていったらもうゴールが近いんじゃない。いやそろそろあっていいよ。30m とかさすがにないよな。でこれで右下に行けるようにはなってると思う。さあ壊れてくれ。いや本当にゴール待ち遠しいよ。お願いします神様。この扉の先には何がある。行けよ。行けよじゃねえか。上どこにゴーバック、どっかに行くっていうことかな。この P スイッチは叩けない。いやこれマジゴールであっていいよ。これヒントなんじゃない。さっきもヒント書いてたっぽいんだけど、どここれ。右下に P があるの。右下に P があって、このブロックを叩いて隠しブロックかなあれで上に戻れみたいな。そんなこと。いやわからん。もう戻ってやり直して試すしかないんだ。で次は、あれこれもさっきのところだね。待って頭狂いそうなんだけど。次は土管に入れってことかな。ボム兵がある。
え、みんなわかる？ちょっと頭めちゃめちゃバグってきた。もうこのコースの35倍ぐらいバグってるよ今僕の頭の中。うわどっち行こう、これ下に行ったらゴール。うわどうしよう、もう上の扉行くしかねえよな、頼む。はいはい、また見せてくれるってことね。さあこっからなんだよな、この次に行くと P スイッチが発動されるのは分かってるから、それで戻ってみようか。まだ全然分かってないんだけど。で下に戻れば多分ね先に進めると思うんだよな。どう変わってるえこっからどうすりゃいいんだろうな。え、あ無限ループ入ってるわ。そしてあこの上なんかさブロックみたいなのなかった、ボブちゃん。はいはい、もう全部謎は解けたよ。このボム兵で左上のブロックを壊すんだよ。そしてどんどん戻っていくみたいな、そしたらゴールがありますよっていう感じだと思うんだよね。ここまでしてやっぱゴールじゃないよっていうのはね、さすがにないと思うんだよな。で右右行ったら C 耐久だったもんな。だからあ戻る途中も罠があると。なかなか面白いことをしてくれるじゃねえの制作者さんよ。じゃあ左のドアに行けっていうことなんじゃない。オッケーオッケー、あの上は行けなかったもんね。そしてここは閉じ込め、あっビビらせんだって。で右は開かないよな。あやっぱりどんどん戻っていくっていうパターンなんじゃない。でスタートに戻ればゴールがあるのかな。こっからどう行こう。このハテナ叩いて多分鉄球が出てくるんじゃない。で下まで行きますよみたいな。オッケーオッケー、そしてどこ行くの、やめろってもう大やりせんか。ここまで来たら素直にゴールさせてくれ。もういいじゃん、戻って最中にさ罠とか仕掛けなくて。いやここはあさっき行けなかった、ここじゃあここがゴールなのかい。俺ゴール見えて見えた、絶対にあいつの裏だ、あのドスの裏だ。そうだろ、カエルが取れなかったのか、行けなかったんだろ。この辺は勝ちブロックがないのか、ドスにやられてくれ。そう、うわやっぱいけないよな、絶対ドスの裏だと思う。どけ一緒やじゃん、絶対ドスの裏ゴールと思う。明らかに怪しいもん。だからここでカエルを取ってジャンプすればゴールできると思うんだよな。やったこれはみんなも予想できたんじゃないかな。でこれ何周した結果、 2,3 周くらいしたんじゃないかな。めちゃめちゃ長い戦いだったね。でも素晴らしいコースありがとうございます。そう来ると思ったよ。はい、それじゃあ次のコースは黒コース、1の1のゴール階段をレベルごとに分けてみたということで、説明文に呪いの鍵とピンクコインは10、靴を位置すると簡単かもって書いてるから、呪いの鍵とピンクコインは取らなくてもいいっていうことなんだろうね。でサムネを見る感じコインがレベルを示してると思うんだけど、何も取らなかったらレベル10、鍵を取るだけだったらレベル30、呪いの鍵と鍵を取ったらレベル50みたいな。これめっちゃ面白そうじゃない。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 いやマリオメーカーでさ難易度が選べるコースっていうのは見たことあるんだけど、1の1のゴール前の階段だけでそれを再現するって見たことないよね。で本当にゴール前の階段じゃねえか。これ登ったらゴールとかやっぱそういうことはないよな。でこのピンクコインを集めていけみたいな。いやでもピンクコインと呪いの鍵は自由みたいなこと書いてたけど、一旦取ってってみようか。多分そうすることによって難しくなりますよみたいな。さあ次はレベル2なんかな。やっぱりコインの枚数がレベルを示してるっぽいね。でこのさやっぱ呪いの鍵を取ってることによってこの仮面が襲ってくるからマジでうつけくなる。あこれさピンコインの鍵取ってなかったらめちゃめちゃ楽なコースなんだろうな。でもあえて取っていくよ。なぜかって追い込んでる自分が好きだからさ。そうやってわざとコースを難しくして数々クリアしてきたじゃないか。でどうせ後でコメントで言われるんだよな、ピンコインの鍵取ってないです、なんか残念な動画だなってそうやって視聴者さんにビクビクしながら僕は生きているんだなんだその配信者。でもさいるでしょ、僕がピンコインと鍵取ってなかったら取ってないですよってコメントしてくる方、そんな意地悪な方がたくさんいるんだよな。でもそういうの嫌いじゃないよ。さあ次はレベル4だね。で今度はこの靴を履いていけっていう感じか。で説明文に書いてたよね、靴を維持できれば楽になりますみたいな。この靴で仮面踏めないのかな。で一旦右まで行ってみる、多分ピンコインやっぱりあったね。いや倒せると思う、この仮面倒せないような気がする。一旦踏んでみようか。いや俺を舐めるな。そらそうだよな、倒せたら呪いの鍵の意味がないもんな。でなるべくこの靴捨てたくないよね。だからドッソン2体落としてすぐ右ダッシュ。
いいよいいよいい調子。そして次はこの赤いメガクッパだけか。結構余裕だじゃん。あまさかの階段を使ってないという。で、ピンコインどこ？なるほど、ここにあるのね。来るなよ、鉄仮面。よけよけよけ。そして、こう、運動を待って、出て出て出て。あ、これは、いける？よし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 。いや、てっきりいけないと思ったドアの前で邪魔されて。さあ、ここでどんどん踏んでいこうか。いや、もういいもういいもういい。ゴリ押しでいこう、ゴリ押しで。あっちゃー！あえて靴なしでいこうじゃないか。さっき言ったばっかりだろ。あえて自分で難しくするって。左下のピンコインを取る。火を出すな！頼む！やめてここ靴なし難しいかもしれん。これさ、よく見たらそんなに難しくないかもしれん。お前らなんざクズがあれば全然余裕。あ、待ってちょ、ここ絶対最難関だよ。レベル6じゃない。これより難しいのが待ってるってこと？こっからいけ。いや全然いけた、いけた。オッケーオッケー。しかも靴なしでいけたよ。さあ次はレベル7。キノコをもらえたね。もうさっさ行こうか。このデカチョロプたちを乗り越えてレベル7クリアと。じゃあ次はレベル8。そろそろ中間欲しいんだけど。あ、無限に USA キノコが出てくるパターン。ってことはさ、このワンを持っていけってことなんかな。一旦待ってってみようか。マジで邪魔くせえこの仮面。この仮面を避けながら右に行ったら多分ハンマーが出てきてるから、このブロスを倒せみたいな。ワンワンでこっちめんどくせえ。しかもさ、なんか下にも USA キノコがある。いやこれ絶対ぶつけって。これね、待ってたらワンワンが倒してくれるんだけど、あ、左からも出てくれるんだ。ってことはもう通常のこのマリオ状態で倒してった方が早いよ。そしてこの USA を取る。でまた被弾して倒していくみたいな。これさ、ワンワンの必要なかったかもしんないね。さあ左下にピンコイン。そして次はもう一個ピンコインが右上にあったのが見えたんだよな。だからこの砲台に乗ってこのピンコインを取ればもうゴールなんじゃないの。上はなんかあるみたいな。やっぱなんもねえか。もうちょうどいいところ攻撃してくんだって。これ USA のまま行った方がよかったかな。どうしよう。まあ、この次難しそうだったら戻るわ。あ、なんかゴールっぽいな。30コインがあるってことゴールじゃん。でもさ、もう一個鍵持ってるからこっちの扉入ってってみようか。エクストラステージ突入みたいな。あ、そういうわけじゃないよね。ボーナスのコインとこれは1キャップかな。あー、なるほど。いや、ほんと面白かったね、これ。どうもありがとうございます。いや、まさかの1の1のゴール前の階段だけでどんどん難しくしていくっていう、ありそうでないナイスアイデアコースだったね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。